どうも、スルトです。今回はアーマーの基本的なことと効率の良い性についてです。まずはアーマーの重さにはいくつか種類があって、まずライト、で、ミディアム、ヘビーと、まあ、3種類ありますね。で、まあ、この3つの種類のアーマーを組み合わせることで、まあ、この左上の アーマー全体の重さを決めて、まあ、それ自体にもライト、ミディアム、ヘビーっていう3種類の種類分けがされてます。まあ、それぞれに効果があって、まあ、まずはそれの説明をしようと思います。はい。まず、ライトのアーマーセットの場合は、ドッジロールができます。まあ、ドッジロールは、スタミナを50使用して、でかつ、他のアーマーセットよりも、 距離が長いドッジロールができます。で、まあさらにこのライトのアーマーセットは20%のダメージボーナスとヒーリングボーナスがつきます。では次にミディアム。まあ、ミディアムの間はドッジロールからクイックホップになります。ちなみにこのクイックホップは他の2つのアーマーセットとは異なっててスタミナを40使います。なので、まあ、ライトとヘビーとは違って どっちを2回繰り返しても、スタミナのバーが0になることはないので、かなりこう、2つのそのライトとヘビーよりは扱いやすいかなという感じですね。このミディアムのアーマーセットは10、10%のダメージボーナスと10%のヒーリングボーナス。さらに、クラウドコントロール。ま、敵に与えるそのクラウドコントロールのデバフの長さが10%長くなります。 で、まあ最後にヘビー。ヘビーの状態の間は、どっちがスローのサイドステップになってで、まあこれもスタミナ50使用します。で、さらに、ブロックした時のスタビリティ、まあ耐久力が15%をアップします。で、さらにクラウドコントロールを与える、まあまた長さが20%長くなるって感じですね。 ちょっとここで補足として、まあ、クラウドコントロールっていう言葉が分からない人はいるかもしれないんで、まあ、簡単に説明すると、クラウドコントロールっていうのは、まあ、MMORPG の中ではよく使われる言葉で、まあ、日本語で言うと、まあ、要するに行動制限をするようなデバまあ敵に与える、まあ、プレイヤーに与える。いずれにしても、敵の動きをまあ、何かこう、抑制するような、 そういう制限を与えるデバフのことを基本的にクラウドコントロールって呼びます。まあ、このゲームで言うと、スタンであるとか、ノックダウンとか、まあ種類はいろいろありますけど、まあ、その辺のあたりのことを指しますね。そしたら、まあここまでがアーマーの重さについての部分の説明でした。 それじゃあここからは、まあアーマーのそのベストの構成についてですね、で先に知っておかなければならないことがあって、それは、このアーマーは重さが重ければ重いほど、アーマーレーティング、このステータスにアーマーレーティングってあると思うんですけど、これのエレメンタルとかフィジカルの値っていうのが、重い装備であればあるほど、値が高くなってるんですね。まあ同じギアスカの中でも、そういう風になってるので、 で、ま、このアーマーレーティングって、ま、PVE でも PVP でもかなり差が出るんですよね。ダメージをもらった時のそのリダクションのその幅って実はすごく広くて、ライトとヘビーじゃ全然違うんですよね。なので、できることならま、そのライトの間、ライトのアーマーセットの中で最も重い構成を目指した方がいいわけです。 で、まあ、ちょっと一応これも説明しておくと、まあ、このアーマーセットって、まあ、ライトだったら0から13まで。0から13までの重さだったらライトに収まると。ミディアムは13.1から23まで。ヘビーは23.1以降。まあ、それ以降は全部ヘビーの扱いになるんですね。そしたらここからはアーマーのベストの構成についてです。えー、じゃあまず、 ライトアーマーからですね。ライトアーマーのベストの構成は、チェストがミディアムで、それ以外がライト。この構成がまあ最もライトの中で、ウェイトが重たい状態になります。次に、ミディアムのベストの構成は、ヘッドとチェストがヘビーで、グローブとブーツがミディアム。で、レッグがライトです。最後がヘビー。 まあヘビーだけど、ヘビーに関しては、どれだけ重くしてもまあ問題ないんで、まフルヘビーが一番ですね。それじゃあ最後に、まあここまではアーマーの話だったんだけど、少し番外編として、ちょっとビルドを考える際に気をつけなければいけないことがあって、まあそれは、ソードシールドを、まあビルドの中に組み込むときに、 まあ他の武器ならいいんだけど、ソーダシールドの、まあシールドに関してだけは、アーマーと同じように計算されてしまうんで、もし、PVP ビルドとかをソーダシールドで作ろうと思ってるなら、このシールドの重さも考慮に入れて作らないとダメですね。で、まあシールドには3種類一応あって、ラウンドシールド、カイトシールド、タワーシールド、 まあ、ライト、ミディアム、ヘビーと同じように、まあ、3段階で重くなっていくっていう形になっていて、まあ、タンクをする際には、ヘビーアーマーとともに、まあ、最も重いアーマーを切ればそれで問題ないんだけど、まあ、PVP ビルドを考えるときだけは、ちょっとアーマーとの関連も考えてやらないとダメですね。そしたら、まあ、今回はアーマーの話でした。それでは今回はここまでで、それではまた。